私が中1の時にオーディションを受けた時にたまたまデビューさんが審査員席に座ってて、自分は受かったんですけど、その時審査員だったデビューさんに、やっと今本当に一応団体のトップとして当たれることをすごい嬉しく思います。勝負は必ず勝ちます。終わった後にお客さんの目を引きつけるのはブーラガンです。 JWP 旗揚げ当初は若手の壁として立ちはだかっていたデビルであったが、前女との対抗戦に本格参戦したことにより、獄門島の当主ブル中野との女帝対決が実現した。
迫力的には変わってないんですけど、また全然違う人と当たったような感じで、もうなんていうか試合中とか顔見ても怖いっていうイメージが圧に押されちゃいました。別にリングどこのリングっていうのは全然意識はしてなかったんですけども、そうですね、やっぱデビューさんについては本当勝負には勝ちましたけど、本当に中身で押されちゃったんで、本当11年目にしてまたすごい勉強になることがたくさんあったし、やっぱラティン15年デビューさんはやってないっていうのが本当にもう身をもって分かって、盗みたいとこたくさんあるんで、やっぱりまた当たりたいし、あと組んでいろんなものを勉強したいと思います。